はい、お疲れ様です。マッピーです。神魔 1.05 ってことでね、神殴り多いの、メルベも多いのっていう感じなんですけど、使っていくのはこちらでございます。久しぶりにこの魔獣系の殴りを使っていきたいってことで、マウサギ、はい、ラニーリーダーでねやっていくんですけど、イシュタルパズズの動的制限がね、解除されてから相当時間は経ったものの、まあ、今日の補正だったら神も魔も上がってるってことで、こいつを使っていこうかなってことで、このねイシュタルとパズズの捕食もあるし、リアンツイールの回復もあるって感じで、相手のリーサルはね相当ずれると思います。そして、まあ、ブランジェッタ、ポーリプス、ブレスドといったキャラでね、うまいこと神殴りも妨害しつつ、まあ最終エンデから勝っていきたいけど、果たして火力が足りるのか非常に心配。まあでも心配だけど、まあなんとかやっていきましょう。よろしくお願いします。なんかこいつ入れた方がいいみたいなあるかな。まあでもステータス上がってるからシンプルリアンツイール入れたいけど、まあ役割3人とも被ってるんでね、なんか大型アタッカー欲しいとこあるかもしんないけど、まあやっていこう。アマテルとか来たらいけると思うんだよね。アマテルとかは結構火力に頭打ちがあるから、アマテルとかにね火力出してもろて、捕食でリーサルずらしまくって、ベノムヒールしてみたいな動きができたら、まあ理想かな。やっていこうか。でエンデガが火力高いんで、あんまり切りたくない。だって初手にラン対エンデガとか来ると勘弁してほしいけど、さあ相手はなんと、オッケー。うわ、なんかめっちゃ X 行きたいな、これだ。このデッキ X 向きじゃないかもしんないけど、まあでも行ったっていいかもな。対面派なんでしょ。そうだの、行くか、行っちゃおう。これ行っちゃうわ。乱体引いてるし、オーダー B の発動うまいことずらせるかもしれないんで、行っちゃいます。さあこれで召喚がオッケー、そっち召喚ね。ってことは、まあ、C の2とかにね、来るのか、一回コンボ組みたくない？まあ、なんか俺がめっちゃいい感じの手駒引いたら、F4 展開もあるかもしれんけど、コンボ封印怖いな。まあ。どうすんのこれ。あ、なるほど。あ、これ C2 に打たない。ってことは、C2 に打たない、一回分コンボしないってことは、F4 を恐れている。で、F4 を恐れているということは、コンボ封印引いてる可能性が低い。ってことがこれでわかるんですね。で夏ブラ引いていく。まあ一回これバフかかってるから一発殴ります。まあ一旦殴るわ。よいしょ、ほいほいほい、ナイス。さあブランジェッター、どのタイミングでいこうかな。まあ一応これね、ブラダマンって切ってロック耐性も一応ちょっと頭に入れつつ、まあアナンにロックが入ってるかどうかわかんないけど、まあ、今日の補正神殴り強いから神殴り警戒で入れてる可能性は全然ある。よし。さあ火力出される、吸収される。これぶっちゃけ F4 でもいいと思うんだよね。俺グノー持ってないと見てる、正直。持ってたらね、 C2 に行って F4 誘導ってことも相手目線できるはずなんで、なんでこれはね F4 ブラジ行きます。でさらにもう一枚ブランジェッタ引いてるわけなんだけども、どう行こうかな。まあ、次 B4 とか行って枚数返しして召喚スペース、トップで引かれたんですけど、意味わかんねー。最悪。まあ、OK でも、まあ、いいですわ。もうこの坂まま。これこっち行って、次、夏ブラの召喚入るから、俺のブランジェッタが怖いと思うんですよ。コンボ2倍出るんで。ってなった場合、このブラジェ取ってもらって、イシュタルでカウンター狙いたい。さ、頼むぞ。おー、マナゴマで対応してくるか。なるほど。まあ、そうくるか。じゃあ召喚見ようか。コンボ2倍出せるけど、今出したとって次のタイミングであれしないし、まあ、マラッカ濃厚だよね。A2 イシュタル？ A2 イシュタル行く？ A2 イシュタルか。A2 イシュタル行ってみる？行ってみるか。よし。これでコンボ2倍残して、OK、マラッカ回収 C の。よいしょ。で、これね、味噌なんですけど、まあ、俺目線は、A の4がきついけど、まず3枚返しになってカウンターダメージがそこそこ入るのと、相手目線乱体引いてるって考えた時に、今 F5 に罠駒切ったじゃないですか。貫通対策をしてなくて、OKOK そうだよね。多分ね S5 持ってないと思ってた今。持ってたらね F5 の時点で罠じゃなくて S 出すと思うんですよね。スカーハとか持ってたら。知らんけど。これあれだな、童話がいてもオーダー D は発動されちまうやつだな。まあチャージ貯めてもいいけどね、どうしましょう。まあ C にかましてもいいか。かましますか。よいしょ、おい。でオーダー D 発動されっけど、
これね D の位置に打ったらイシュタルの動線もっぱつ開くんですよ。それを狙います。まあ、ちょっとロック怖いかな、どうなんだろう。一応いやパズルでも分かったかな。まあまあ OKOKOK。これオーダー BD 発動するけど問題ない。ふぅ危ねえ。まあちょっとまあ予測一部合ってたけどトップでグノー引かれるのはマジで納得。あれトップだよね多分、一番日高に場面だって気づくんだけど。まあ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 、よし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 。まあ乱体引いたこともあってね、まあうまいこと初動から召喚も合わせて火力出せてよかったですね。素晴らしい。あとよしよし、よかったよかった。 OK です。はい、よし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 。いやどんどん、これ あれかクリームヒルとかなんだっけと思って、なんか左手に魚持ってるキャラなんかいたと思ったら、よく見たらクリームヒルだったわ。さあよろしくお願いします。あー来ましたね。さあ今日の大勢の神殴りが相当パワーが高えぞってことで、食らいついていけるか。よっしゃ、うわーこれ初手エンネが切りたい気持ち若干あるけどメイリーにします。いやマジね本当にエンネが切りたくない。マジでフィニッシュ力が相当ゴリ減る、ゴリゴリッと減っちまうんで、もうしゃあないですね。もう俺はエンデガを捨てない。このマウサギデッキにおいてエンデガは捨てるな。うん、もったいない。あ、その捨てるでない、捨てちゃダメ。捨てない、俺捨てないよ。あーまずい、それマジでね対応できないんだよな。神の守護者マジで対応できない俺。そうこのデッキねマジで神守護きついんよね。まあ、貫通入ってないのもそうだけど、コンバートとかもないんでね、持ってたら俺ワンチャン入れてたんだけどね、毒コンバートのレイネール。まあ、持ってないっつうことで。まあ別に、必須ではないんだけどね、毒コンバートのレイネール。必須ではないけど、あでも OK、ダブルデバフ。神フェニーにダブルデバフがかかる。え、しかもこれ情報取れた。これ何の情報が取れたかっていうと、あれですね、ダブルデバフかかった状態で S アタッカーの中でも神フェニーを採用して今 F さんに打ったわけじゃないですか。なんでこれ A4 につなげる S アタッカー持ってないんで、あったとしても物理ダメージカットできる。白卓持ってないと思うんだよな。持ってたら俺白卓から切ると思うんだよね。神フェニー軽く減るしコンボが風で白卓 F さん残すだと思うんだけどね。どうなんだろう。あー春巻き持ってんねえまあまあやだね、それそれまあまあやだねあれもまあ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 、いや悪くない、悪くないというかむしろいい。このいいですね。よしよしよし、これかましてブランジェッタとブランジェッタ。ただマジでこれ E4 来るな。しかも俺のブランジェッタどういう風に、一旦 E6 打ってくる。まさかの、まあ、これ召喚減らす、いやどうなんだろう。まあ、これブラダマンテ切るか。ブラダマンテ切って言うでしょ。そっち打つの珍くない？そっち打つ？エンデガーアラジン持ってるっていう手駒っぽいけど、オーラヒーターこれ事故ったんじゃない？さっきのタイミングでアラジン切るってことは事故ってアラジン切ったわけだから、ここで打てる駒がある可能性が低い。フェイルノーティング。まあ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 召喚ね、これ見まして、はい OK ね。これはねブランジェッタが場に出てるんで強気に行きたい気持ちはあるな。ブレストも出てるし、よし X 行こうか。さあこれ X かましいの、よいしょ。多分 X でいいと思うんだよな。はい、で相手目線はもう A3 切る一択だと思うけど、今手駒がエンデが絶対持ってるんで A3 に打つ駒次第。あはートップで白濁、オーマイガー、お前そのトップ白濁強すぎ、ふざけんなそれお前それチートなんだけど、強すぎるだろふざけやがって。うわこれ3枚エンデが耐えれっか、ブレスト効いてっけど、いや耐えるしかねえな、マジ、いやマジ耐えるしかねえんだよな、耐えるしかねえんだよな、耐えれるかじゃなくてもう耐えるしかねえんだよな。一応愛しにしてちょっとでも火力を抑えとくか、ブチャラティのバフがあれするんでちょっとでも火力を抑えっけど、よいしょ。一応次エンデが圏内だよな、ランタイ引いてるし、頑張れブレスド、お前のデバフを信じてるぞ俺は。いやそこハクタクはやばいな。いやでもこれシムキリとか打たれたら終わるな。頼むぞ本当に引くなよトップで、そんな連続でトップで引かれるのもマジでだよ。
俺の泣き出しのブランジェットをよくもコンバートで取ってくれたな。ティパーよし、これはエンデがけんねえか。そうだね、孫まめっちゃ出てるよ。オッケーいけんね。よしよしよし。いや、ブレスドありがとう。マジブレスド、マジブレスドありがとう。あ、これ栄養の方がよかったから。まあいいや、これも飛ぶでしょ。よし、いや、ブレスドありがとう。お前のおかげだ。ありがとう。ナイスバトル。多分耐えれたと思うんだけど、どうなんだろうね、今の。3枚のエンデガが、今日の補正で考えたら大体7000ぐらいで、あれどうなんだろう。1万2600って考えたときに、ブチャラティをデバフで打ち消せてるってのが考えると、ギリ耐えれるはずなんだけど。まあ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 。危ねえ、マジ怖すぎやろ、あの、クタク。まあでもあれはね、イーロカラジンがガチで美味しかった。あれで一旦俺がね、さらに得たみたいなところある。あの一旦がね、世界を作った。ありがとう。助かった。マジ怖かったわ。まあでも結構デバフ最速で打てたのもあって、結構良かったですね。よし、アマテル。OK。このアマテル対面にこそ、ね、このアマテル対面こそよ。シャリアンツイフィータ。うわー、でもエンディが切りたくねー。で、なんなら守護もあんまり切りたくないけど、これどうせ2手目余ってるくるでしょ。まあ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 。ペトラ来たと。元気ですね。ああ、さくら元気だな、4700って。どないなってんね。まあ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 。これ、ワンチャン死亡説ない。これ結構このデッキアタック、2分1だな。夏ブラとかも入ってんか。まあ一応こっち行くか。なんか C5 行ってトップでアイシェとかコロネとかアンネマリー引いたら守護コンボでちょっと削ってみたいな動きもできるんだけど、むしろこの C にアマテルがだるいんでそっちでよかったかな。まあまあいいか。さあこっち来る。でここよいしょ、ブラダマンテか、ブラマンか。いや、ありか、ありだな。これ D6 ブラマンコンボ回復なんで、実はちょいありだけど、俺こっからアマテルの猛攻を果たしてしのぎきれるのか。一応パズドとイシタルデッキに入ってますけど、まあまあまあ、ウィルボスね。いやー、素晴らしく痛いね。素晴らしく痛いわ。はい、よし、メイリーさあ頼むからアンチヒールだけはやってくれるな。これメイリー行ってよいしょ。まあ、これ取らせますわ。取らせてリアンテルでヒールしますわ。しかし大丈夫なのか、俺ちょっと心配ですけど。まあでもね、この打ち方ありが、おお、コンボ封印なのか。なるほど。いや、でもこれ新しくコンボが生えてくるんで、あ、オッケー、リアンツイル一択だ。いや、でかい。しかも F3 にウィルボスだから罠持ってる可能性が相当低いですね。俺だったらやけど、まあ、サヤカ持ってたら F3 打つと思うんだよね。いや、これでかいね。この情報取れたらマジででかい。このグローもね、美味しいですね。ギルティーラウ出てるし、そんな問題ないね。まあ、一応俺の打ち方としては A4 取らせて数の火力を落とすっていうのが狙いとしてあったんですけど、まあとはいえペトラ打たれてるから数もね、打たれてたら結構やばかったんですけど。で、ここは火力出したい盤面ですね。まあ、コンボ2倍に、いや、ならないか。 A4 打たれると、これエンデが打つわ。シンプルエンデがで削ります。さあこれでダメ取れしていく。さあエンデガとギルティーラウの動線残ってる。ブラダマンって切ったけど、何かしらアタッカー引いたらワンチャン飛ばせる形にしとくわ。これ E4 に形組ませたくない。相手 S3 枚切った。 E4 がやだな。 E4 になんかね、変な駒打たれたくないんですよね。一回ひよってほしいけど、一回分ひよってくんね。うわー、ちゃんと E4 打ってくるか。いや、しかしペトラ切ったし、ウンディだったらもっぱつ耐えれる自信はある。ほい、よし、コロネ引いていく。さあこれはブラジェでこっち行って、ブランジェッタの、ブランジェッタとエンデガのダブルコンボプラス5枚返しを狙っていきます。まあ、右上 X 打たれたら4枚になるけど、こういう時こそ、このカウンターの使い方でこういうとこへね、シールドをかいくぐりながら相手に動線を押し付ける、これこそカウンターの戦い方してんじゃない。どうする。お、どうする。よし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 。さあこれダブコンの5枚返し行こうか。どこれ結構出るな。どれぐらい出るんだろう。ライフバーがあれやから19000ぐらい出るんじゃない。行ってこーい。シュンシュンシュン、キョシー、9500、最高や。ということで5枚返し気持ちよかったですね。まあ、パズルでやってもよかったから。まあ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 、オッケーオッケーオッケー。
いや、しや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 し。いや、今日ね、ステータスシンプル上がってるんで、まあ、リアンツィリューのアタックもね、めちゃめちゃ高いってことで、出しときゃいいですね、悩んだら。まあ、対面によっては、リアンツィリューなるべく温めて、回復に比重を置いた状態で使うっていうのもね、非常にいいとは思うんですけど。カニカマさん、お願いします。いちこ可愛くない？俺ちょっといちこいいなと思ってプロフィールに設定しました。さあ相手シアンってことでね、どうするこれ。さすがに初手イシタルは余剰出すぎるか。ブレスト切る？切るか。はい、まあ、2ターンデバフかけてくれたら上等です。このブレストソーディアンは、まあ、ランタイ引いてるんで強気に行きたいけどな。うーい、初手ロックま、やばい、避けろ。これで割りかし下はあると思ってるよ。あー、避けなかったら、うわ、釣られた。まあでもこれは、イシタル切るわけにもいかないんで、まあしゃーなしですね。釣られたくま。いや、これどうだろう。風車撃っちゃったけど。風車撃っちゃったけど、どうだろう、これ。まあ一応ランタイあるんでまだ戦えるけど、ただ相手なんか1ビ高くね。これ、神獣士やんか。ルキアでしょ。まあ、神殴り警戒の、なんかそういう構築の、匂いはするなあ。そういうこいつこの匂いはするなあ。まあ、一旦コロに切りますか。よいしょ。しかもこれ待って。イーサングノ来たら割と紡くね。やばいな。これイーサングノやばくね。しかもなんかイーサングノじゃなくてもやばくね。ブレスドコンもないんやけど。やばくね。ヨフィか。まあ、これ神デッキだね。ヨフィ採用なんで、まあ、おおむね神デッキ。神デッキか。オッケーオッケーオッケー。どうしよっかな。どうしよっかな。どうしよっかな。まあ、一応こっち。一応ブレダマンと切っといてよいしょ。このイシタルと、リアンツィールをなるべくゆっくりあれですね残して、あー、金馬モンはイカレポンチ。この金馬イカれてるわ、マジで強い。4ターンの間俺のイシタルとエンデがまともに火力出せないんやけど。まあ、一応こっち行っとくよいしょ。まあ、金馬張ってくれたんで帰ってくるダメージは弱めだけど、よいしょよいしょ。いや、うまいこと盤面詰まして勝ちてえな。いけるかな、どうだろう。 B の1の方が良かったかな。ラサス打たれる。いた、マジで痛い、マジで痛い、マジで痛い。まあまあまあ消去法ですね。ただこれさ、アンチヒール切られる前にしたら切った方がいい説は若干あるけど、ここでアンチヒール切らないんで、まあ、持ってる可能性は低くて、まあうまいことなーって。てか金馬、まあ長えわお前その金馬。どこそれ。あー、そこかよ。よりにもよって、よりにもよってそこ出るんです。メリー引く。いや、ダブコンになるんだよな。いや、でもこっちだな。こっち打って左下 X 出して A4 じゃないわ、 A5 にしたらかまして右下 X で飛ばすが俺の強いルートだと思うんだけどね。いや、もう金馬張られてる以上飛ばすのが3ターン後になるから、3ターン後に確実に飛ばせる盤面にしたいんよね。なんでこれ左下 X 出して、あ、そうそう、うーわ、なんかシールド打ってきた。シールド張ってきた。特殊カットか。ちょっと待ってね、考えるか。いや、B、A5 イシタル打ったとて、なんか無理そうな雰囲気するな。いや。いや、むずいな、これ。いや、一応打っとくか、一応打っとくか。一応コンボ2倍置いといた方がいいわな。まあ、確実にここは耐えれると思うんだけど、6934は。いや、これいけねえかな。特殊だけカットでしょ。ワンチャンいけねえかな。次4枚返しになるんだけど。はぁ、シェム切りやんのか。え、てか、なんならこれ D6 打たれたらよかったから、A5 打った方がよかったね。あー、シェムあんのねー。さすがにそのシェムは無理ねー。待って、考えろ。勝ち方、勝ち方、勝ち方を考えろ。A5 か。A5 だな。これ A5 打って E1 かますしかないですね。A5 いって、さあこれ英語言って E1 かますしかマジでないですね。あと通常攻撃受けれる HP が残らないといけない。いい、きつすぎる。右下 X 耐えないといけないし。あ、F4 もあると。まあこれ無理だな。ラに釣られたの厳しすぎー。まあどんまい。
いやあれはさすがにしゃあないな、石たる切る場面じゃないでしょあれは。どまい金馬な、ワンチャン俺がリアンツイル B の位置に展開してたらちょっと変わってた説あるけど、そしたらね多分 B6 打れるんよね、ランにないから多分 B6 で削られて、で石の火力も食らって、でその後左上 X 打たれてできついと思うから、まだあっちにかけたらよかったね。リアンツイルのコンボも一応使えてたんで F3 で、多分 F3 でよかったと思うんだよな。まあ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 、ちょっとさすがにラに釣られたの辛すぎたな。ラに釣りがなかったらワンチャンあったかな。そうだよな、まあ、さっきの B6 石たる打ったけど A4 石たるだとしたら俺動線残んないし、まあやるしかなかったよな。ウィブ対面、まウィブ、ま一応ポリからいくか、ウィブの通常攻撃ちょっと返せるんで一応ポリュ。はい、まあ、今日ですね、あの神のアタックも上がちょっと上がってるんで結構返しやすい。ポリューあんまりね、こっちの正月ポリュー1000以上しか効かないんでちょっとあれかなっていうのは若干あるんですけど、てかこれリアンツイルでよかったな、対面ウィブやん、 X 打てばよかったん、やらかしたん、これ絶対初手リアンツイルでよかったわ、やってもた、これ初手リアンツイル切って2手目 X でよかったですね、やらかしたアホや、ポリから切ったせいで2手目 X 打ちづらくなったわ、ポリのコンボないからやってもうた。まあ勇気打たれると、いやこれはねガチでやらかしたガチでやらかしました。はい、イシタル引く、熱いね。まあこれは一旦ブレストで形組んでおくか、よいしょ。さあこれでいいですね、ワックスビッタビタのこのブレストでね髪をファサーして、でこれ X 来るでしょ、 X 来るでしょ、あーアマテル、まアマテル X めっちゃ強いんやけど、めっちゃ強いんやけど、それどうしよう、どうしようか、まあ、リアンツイルですね、リアンツイル行って何倍かだこれ、60倍か、きついね、イシタル相当残さないと、前の C6 ブレスド受けてるんで、まあ、一応こっちから行こうかな、 OK、 A3 打たれる、で向こう2ターンかな、向こう2ターンシールド入られるから、それを乗り越えた先に勝ちを 見出したいわけで、あこれイシタル一択ですね、イシタルカード行きます。さあこれイシタル1位の、さあこっから次の2ターンでシールドがかかるから多分飛ばせない、 OK ヒール入れて、よいしょ、まあ、2ターン先の勝利を見たいですね、3ターン受けきれるかどうか、まあ、相手も S ゴマ使ってるし HP2 万あるんで、こっちブレストも効いてるし耐えれると思いたいですね。まあ、だいぶ食らってるけどね、だいぶシルドだるいけど、こっちも乱体と S ゴマ3枚引いてるんで負けるわけにもいかんのですよ、痛ぇ、めちゃめちゃ痛いやんけど、なんかいけ、うわブラーダマンテか、これ大丈夫かな大丈夫かな、これワンチャン次さ飛ば、え待って、お前シールドどれぐらい、 70% にする、まあまあきついな、あー 2ターンだよな、2ターン長っ、一応取るか、うわこれ、うん、いや A にうんむずいな、 A にいやどうなんだろう、これ2手台できるかな、勇気のコンボとヨフィのコンボ受けないといけないんですよね、まあ、一応次のターンあのパズズでちょっと捕食できるんですけど、相手が打ってくるかもしれない、ボルトヒール、はあボルトヒールか、痛いなそのボルトヒール、これ引きによって左下 X 打つかどうか変わる、ブラジブラジマン、お前のコンボってさ 13% だよね、 13% あんま強くないよな、 D に打ったら耐えれねえかな、2手飛ばしするには多分 D に行かないと無理だよね、そう1回コンボ使わないと多分無理だと見た、耐えれねえかな、ちょ一応こっち行ってみるか、ベロムマギアであの毒のダメージが入るから、これでよいしょして、でこれでシールド終わるやん、で次 D6 受けれねえかな、12002どうなんだろう、頑張れ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 、一応デバフ効いてますよ、頑張れ、 13% でしょ、俺の 13% でしょ、3600でしょ、だからアラジン合わせて7800で通常攻撃込みでデバフかかるからギリ足りると思うんだけど、まあでもペトラとか来たらさすがに終わるけど、ペトラ持ってたらさっきのタイミングで絶対打つんですよ、
ディザイア聞いてる状況下でペトラ打たない理由がないんで、多分持ってないんですよね。オッケー、アラジン打たれるよ。これ耐えて、あ、待って、ダブコンだ。あ、やべ、全然見てなかった、やらかした。ダブコン全然見てなかった、まずい、まずい太郎。うい、あ、死んだ。ちょ待って、マジで見てた、ダブコン見てなかった。まあ、いば、これはね、 A に打つ方が良かったね。マジでダブコン見えてなかった。そこダブコンだった。まあ、いばっつ、これはこれ勝てましたね。アラジンなんで受けれたっすね。もう罰、絶対 A に出よかったわ。いや、 D に打って、俺あのポルカのコンボしか見てなかった。あのポルカのコンボ1枚返しにしたろと思って D に打ったらダボになってた。やらかした。いや、これはね、まあ俺が悪いね。でもデッキとしては今の試合全然勝ってたんで、 S3 枚打たれても、まあ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 悪くないと思う、デッキ構築は。イシュタルとイシュタルリアンツィールの防衛力が光ってたんで良かったと思います。はい、ただ打ち方が悪かった。おいおい、リアンツィール腐るってやめてくれよ。ブラも腐るし守護も腐るって。ごしょってリアンツィール行こう。まあただあれです、ブレスドとかクソほど刺さるから相性はいいです。はい、さあ、ランタン行かれてますね。はい、よし、ブレスドいた。あっちー、これに切ってブレスドでいいかな。はい、買いくれて、オッケーオッケーオッケー。このね、鱗張られてないから毒がマジで通る、ありがてえ。ランタイトネルムはさすがにまずいよ。ランタイトネルムはさすがにまずいよ。さすがにまずいよ。ブレスト引いてるけど、さすがにまずい。ちょっとまずいね。まあでも一応ブレスト張れてんのはマジで、あのマジでマジでよかった。不幸中の幸い。ブレストありがとう、お前がいてくれてよかった。ブレストのデバフってマジで強いんですよ。14から19って書いてるけど、実質17は最低でも常にかかってるぐらいには強いんで、序盤の18、19がね、マジで強い。さあ、これは、ポリ切っとくか。相手、オーラ引いてるから、貫通引いてる可能性が若干これで減ってるんで、オーラ引いてる分。このダメージ返して、で、次、メイリーから形組んで、方向でデバフ入れてっていう感じで動きたい気持ちかな。オッケーオッケーオッケー。うわー、でもさらにバフかかっていくと。さらにバフかかっていく。まあでもこれで、よし、ダメージ入る。で、ここに行き。よいしょ。イシュタルマ、イシュタルマジ、まあメイリーからの、メイリーからの敵のコンボに先に方向を合わせてイシュタルパズズで勝ちに行きたいけど、さあ呪いが、よし、呪いバチコリ入る、よし、おお、ガラン入ると、捕食どんなもん、2600、まあまあ OK で、ワンチャンこれパズズ圏内入ったりしない、バフかかるけど無理か、さすがに無理か、召喚そっち、まあさすがに無理だわな。まあイシュタルかパズズだな。まあパズズの方がいいと思う。これね、ガランのコンボはさすがに絶対受けれるんで、鮮明は。捕食よりは火力の方が欲しい盤面なんで、まあここはパズズにします。で、問題がここで S 捕食を引いてるかどうか。よし、ライフオート。これイシュタル圏内持っていけないかな。捕食。お前結構食べるな、お前ほんと。育ち盛り。インデが引いてく。6600の 1.44 倍。うわ、無理だな。まだ飛ばねえな。いや、ブレス。いやー、刺し物ブレスでもこれ無理か。これ D5 無理かな。でもミリー引いてるもんな。いや、D5 無理かな。まあ、無理だな。いや、これね、D5 行って A3 飛ばし見たかったんだけど、D5 イシタルとか打ってさ、ちょっと無理かなと思ったんで、こっちにします。いや、どうなんだろう。今まず A3 飛んでないはずなんで、いや、ただちょっとやばいな、さすがに。ランタイ、ランタイ、歌か、歌か、歌か。うわ、回復エヴァ。なんかいけ。ブラジェ。飛ばねえな、飛ばないね。しかもね、これ飛ばないし、飛ばないし、次、いや、まず、いや、これね、イシュタル打ったらエンデが遠のくんすよ。きっつ。いや、これイシュタルじゃないと思うわ。あの鮮明は多分引かれてる時点できついんですよね。なんで今打ってもきついと見た。これ鮮明引かれたら多分死ぬんですけど、これ引いてないようにするしかない。うわ、引いてんだ、お前。
引いてんだ。あ、でもこれ耐えれたか。あ、耐えれるわ。やった、耐えれるわ。耐えれるんだね。さすがブレスドソーディアン、お前最強だ。俺耐えると思ってなかった俺耐えると思ってなかったわ。あぶねー。これ4枚でさすがにいけるか。よし、あぶねー。さすがブレスド、お前最強だろ。最強こいつ最強や。いや俺さすがに死ぬと思ったんですけど、どうやら耐えれるみたいですね。ありがてー、助かりました。絶対死んだと思った、絶対死んだと思った。オッケー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 。いやなんかね、エシュタル打ったとってさ、エンデガーがフィニッシュの最強火力なんで、じゃきついかなと思って。しかも俺コロネとか切ってるんでね、まあワンチャンブラダマンって残ってるけど、それぐらいしかなかったんで。まあでも結果的にシェンメイ の耐えれる盤面だったっぽいから、まあよかったっぽい。あれ夏バラ切ってからでイシュタル切らなくてよかったっぽい。さあ行こう。よーっと、また髪殴り来たか。よーし、あーちょっと捕食序盤たくさん来るの本当にやめてほしい、本当にやめてほしい。アンネマリーゼロ場で行くか。はい、またこのまたこのアンネマリーちょっとね、しゃあない、ゼロ倍でゼロ倍やってもろって。おー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 おおお、これあのポリ引いてくね。成り打ちポリいけないんだけど、あダメか。あー、まあ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 、ブランジェタ打つべきか。で次のターンで、パズズ打った方がいいのかな。一応まあのマゴマなんでね、やめてくれ。これで神ヒーリーとか打たれるのいっちゃえば、マイクれるか。まあ痛いわな痛いけど神ヒーリーよりはマシか。はい、メイリー。うわこれメイリー、いやメイリー、これメイリー打ったらブラのコンボ2倍にできるんですけど、なんか違うと思うわ、それ打つの。あのブラの返すカウンターダメージが減るし、これコンボ2倍多分組まない方がいいと思うんだよね、デッキ的に。結構アド取って勝つべき。あー痛い、マジで痛い、やめて。はい、おっしゃ、リアンする。うわーお前リアン引くんだったらメリー言ってもよかったな。まあ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 、ちょ考えようよ、考えようぜ、考えようぜ。 F4 がいつでしょう。まあ取るか、さすがにこれ取るか。よいしょ、アタック高いしさすがに取るか。ほいで、この後だな、 A3 打たれて、いやただうわーメイリーで取った方が良かったんかな。メイリー出すタイミングがね、 A3 打たれると若干 OK、 そっちく。たださ、ミューズは本当に聞いてない。ちょっといやあのさ、そこ行くのはまだいいんよ。でもマジでミューズだけは本当に聞いてない、マジで無理、そいつは無理だって。さあメイリー打つかブレスド打つかの2択ですねこれはね。いやブレスド、俺信じてるブレスドの方。まず目の前デバフじゃないとダメ、2ターン先のデバフじゃダメだ。目の前をデバフする一旦ね。でここでマジ、あの C の 1S アタッカーはもう無理、それはもう無理、それはね。まあでも一応ラム切ったんでね、ラム切ったんでね、なんかうまいこと。でこれで右下 X とかで濁してくる場合は、あのブレストのコンボが結構相手やばいんじゃない。アラジン、ただこれブレストコンボ外しね、クソが。どうする。まあ落ち着こう。これはさすがにメイリー、さこれさすがにメイリーっていうでしょ。まあ半分いくわな。でなんか奇跡的に D3 召喚してダブコンで飛ばしに行けないかな、どうだろう奇跡起きないかな。まあ多分、うーわお前もブレスド持ってんの、イカれてんだろ。ちょっと待てや、お前もブレスド持ってんの、無理だろそれは、さすがにお前もブレスドあんの。まあでもその左下 X は正直正解で割る。まあさすがにこれはね、捕食するしかないですね。まあ C の1エンデが耐えるしかないですね。キツすぎるやろ。いやーでもこうなるけど、ブレスドのコンボ結局俺こっちなかったんで、いや逆に噛み合ったな。相手エンデガアラジン引いてると思うんだけど、あジークだった。エンデガラジン引いてた盤面だったっぽいんですけど、俺ブレスドのコンボ狙ってたんやけど、あれ発動しないんやね右下アラジン逆に噛み合ったわ。一見アラジン出てきた嬉しいっていう盤面だったけど、あれはね全然嬉しくなかったな。 F3 いやでもなメイリー、うーん F3 下るって F に取らせるべきだったんかな。で E6 メイリーか、いやむずすぎるけどね、そんなさすがにちょっと難解すぎるけどな、それは。
そう、ブレスドのコンボ残しつつ相手に当たる、あの左下 X 打たれたらシーチ取るのは俺分かってたんだけど、分かってたんよ、分かってたけど、そうせざるを得なかったじゃん。メイリーが切るタイミングなさすぎた。まあでも結果論だけど、あれディーゴメイリーの方が良かったんから、まあマジで結果論だけどね。エンデガラジンが相手手駒に固まったんで、ブレスド目先でデバフかけるよりは絶対そっちの方が良かったんよ。めっちゃ結果論だけどね、めちゃめちゃ結果論やけど。ただそうなると右下じゃなくて C の位置打たれてた可能性高いんで、打てなかったな。まあでもそしたらあれか、相手エンデガラジンで固まってたんか、神合いかむずいなそうだよな、デガジンで固まってたから右下来るわなでもそうだよな、デガジンで固まってたからこそ右下来たわけであって、まあやられたわな。はい、よし行こう。さあこのエンデがどうするこれいやランタイあるからエンデがなくてもいける説、相手またんだし、説あります、はい、あります、俺信じます、エンデがなしでいきます。ついにエンデがを手放した、そして発動しない。俺なんかね、踏みの匂いしたんよね今、その C の2のマナー、なんか出すタイミング、なんか出すのがあまりにも早すぎて、踏みの匂いが、おお、バーストバリアだ。でもこれトップでしょ。ってことはそいつ踏み、これ踏みです。まあ多分踏み、多分踏み。だってさ、あいつが仮にささやかだった場合ってさ、次の台風さんに置くっていう打ち筋を相手に残せたわけじゃん。それをしなかったってことだから、まあおそらく踏みですね。はい、おそらく踏み。よいしょ。まあ一回これ、まあこうしますか。まあこうしますわ。なんかアンチルとか切られても嫌だし。まあ踏みですね。踏みだと思うわ。F3 さやかっていうさ動きもできた中でしなかったわけですからね、多分踏みだと思うけどね。さあどうする、取ってくるか、取ってきてもいいぞ。相手村松切ってから俺普通に N1、 あーお前ここでこんな本やんだね、なるほどね、抜かりねえわ。まあ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 、はい、いやこうなるとエンデが欲しすぎるけど、まあパズズ切ったっていいな。パズズ切りますか、パズズ切りますわ。これパズズのコンボがね、相手のキャラコマ依存なんで、実はコンボスキルバカ強い。さあよいしょ、 OKOK、 このブラダマンデ、俺はもうブラオペレーションブラダマンデかもしれない、オペレーションブラダマンデかもしれない。おお、トウヤ、トウヤそっちってことはまあ踏みだわな、踏ませたいからそっちトウヤ打ったってことでしょ。あー、ちょ、これ、頼むぞ。これ、ブラダマンテしか今のところ出せなくて、コロネか。まあ、コロネなら許容か。他に打てるところも、まあ、見当たんないね。コロネは許容しましょう。踏みちゃうんかーい！はい、恥ずかしい。はい、恥ずかしい。はい、恥ずかしい。踏みじゃない。恥ずかしい。恥ずかしい。ちゃうんかい。めっちゃ踏みの顔してたのに、ちゃうんかい。うわー、ここのフェルグ絶望おい、絶望のフェルグ打たないでくれよ、絶望なんやけど。うわー、絶望のフェルグどうする、これこれ絶望のフェルグだなマジで。あ、待って、ディザイア、うわー、でもダメだ、どうあがいてもディザイアされるなこれ。もしかしてオラオラですか。まあこれ C5 ってもどうせ組めない。まあ、村政コンボ共有の動きでいくか。フェルグコンボ 12% と村政コンボ 13%、 1% の違い、だったらばまだこっちに打って形組める方がまだいける。で A の2だな、ディザイア込みで2ターン耐えれるのか、耐えるしかないんだよな、耐えるしかないんだよな。一応こっちもリアンツイルとパズズを切った後結構回復してバン、あの HP ね保ってる状態ですか、どうでしょうか。で、トウヤ切った、モノコマ切った。で、相手、動きはね、今んところ弱い。コンボ封印ぐらいしかやってなくて。オッケー、そっち来る。オッケー、オッケー。これ、骨増えてないから。ちょっと待ってよ。まあ、食らうやん。で、これ、次、耐えれるやろ、8200。A3 耐えれるかな、わかんないけど。うわ、ブレスドいく。うわー、これは2手飛ばししないといけない盤面だから、ブラダマンって切らざるを得ない気がする。右下、いや、これ、右下 X か。こうか、これこっち打ったらブレスト取ったら夏ブラの動線通るんだよね、こうかな。でこれで相手のギードデバフ終わるやん。で次ブラダマンテと
ブレスドとブランジェッタで勝てねえかな。まあそもそもこれ威力耐えないといけないのか、その場合って。いやーでもまた、いやーそうだよなー。いやでも一応 S3 枚切ったぞ相手。どうなんこれ、耐え出たりしない。俺デバフもかかってるけど無理かな。一応動線残すならこっち。あーもうそれは何やっても無理だー。もうそれはもう無理、何やっても無理。そのマンドラゴラはもう無理、何やっても、もう何やっても無理。いやてか発動すんのか。まあ、するわな。そうするか、そうするか。それは無理だよ、何やっても、何やっても無理だよ。おい、俺がめちゃくちゃ知恵振り絞って右下 X ブレストかましたのに死んだんだけど。ダメか。フルチャージパズズ、ランタイ持ったフルチャージパズズとリアンティールの2ターン分のヒールと、いろいろ頑張ったけど飛ばされましたね。ダメか。まあフェルグ最強だなマジで。じゃあフェルグってキャラちょっとやばいっすわ。そいつマジで無理だわ。最強すぎる。なんで回復するのそんなに軽く出んのに、やばすぎる。まあしょうがないか、しょうがない。あとまあこのデッキの構成として、さっきのだと多分レオニスとかも強いんだろうけど、このデッキね、レオニス強いんだろうけど、あのバスバリのやつな、強いんだろうけど、俺リアンツェルの方がいいかなと思った正直。まあ、コンボバフ出るのはいいところだけど、発動条件があるし、あのコマ数っていう、コマ数っていう発動条件があるし、あとアタックがね、もうリアンツェルバカ強いんで、リアンにしてます。はい。で対面メルビュール、さ勝ちたいね。さあ、まあこれ食らうやん。まあ一旦食らうやん。で、よいしょ。どうしようこれ。これね、発動しないんだよね。ちょ、これ、X 行くわ。お決まりの、お決まりの初手メリー。いや、さっき相手の動き、だいぶ弱かったけどな。C の2のワナゴマ発動せずに、ユスヘルミも打たして、その上で俺も、イシュタルとかもやってたけど、あれでもダメなんか、えぐいな。まあ今日魔のアタック上がってるしな、しゃあないか。結構捕食で強い動きできたんだけど、ダメでしたね。ちなみにこれ、あのロックとか本当にやめてね。フェルグ、早めのフェルグでしょ。まあこれ本当にロック来たらマジで終わる。あ、まあ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 、きついけど。めっちゃきついけど。まあナルクレか。まあちょっとこれ引き見てからだな。パズズ引く。まあイシュタルですね。よいしょ。さあこれイシュタルかまして、うん、これまあ俺ならワンチ A の位置とかもあると見てるけど、どうなんだろう。イシュタルのコンボビビって B6 打ってくれた方がラッキーだけど、あと早めにフェルグ出てくれたのはまだマシですね。うわーケラブか、当たる。そう、これあのディザイア調整できるんでまだマシだな。はい、あーいいね、このブランジェッタ最高で。これは E6 から E3 がきついから F4 打てないから A3 だね。よし、こっち行って、でケラブうまいことやり過ごして、さらにもう一旦やり過ごして、まあ4ターン先ぐらいフィニッシュ見たいかな、感覚だけど。うん、ランタイとか引いたらね、もうちょっと早まるけど。そっち来る。これ F4 で、F4 からの D6、B4 ルートあるけど、まあ F5 打たれるってことか。ちょっと考えるか。はい。アイシェ。アイシェか。どうしようかな。これね、E3 入ってから F4 打ちたいとこだけど、B4 入られて F4 打てない気がするんだよな。難しい、この盤面。いや、そこはアルカでしょ。こっち行くか。これね、相手のディザイアをずらしますわ。これ、新しい動線 D6 で組まれっけど、その後俺 E6 でバカ強い動線組めるんですよ。しかもその後相手動線、あれですね、あのコンボ封印切ったんで、で、しかもケラブが切れるタイミングなんですよね。なんで、うわ、バカ強い動線来た。マジで。いや、でもこれはね、もうパズズからのエンデが見るわ。こうなったら。あと、ケラブのコンボがあんま強くないうちに。こっち、で、なんかいけ。うわ、リアンツイル魅力的だけど、くっそ魅力的だけど、くっそ魅力的だけど。
3枚返しか。これまだ飛ばんな。3枚か。いや、ちょっともうちょい時間かけるわ。ごめん、これね、前下撤回。これまだ飛ばないっす、イシュタルク。あの、パズズからエンデが飛ばせると思ったんだけど、若干無理だと見た。あれ、これ、回復入るんだ、相手。うわー、じゃあ、てか、ハデス持ってんの？ F6 にさ、アルカード切ったから、俺、ターンスキル系持ってないと思ったんだけど、持ってましたね。持ってましたね。まずいね。ガブちゃん、やばいね。さあ、これ、英語イシュタル切って、イシュタルじゃないわ、パズズか。お前コンボどれくらい出んの？まあまあ出るな。痛すぎー、やばすぎー。ランタイ、いやー待って、ランタイ行くんだったら E6 パズズ打ってるって。なんでランタイ引くねー。8200くらい、8800、600、うわ無理だ、全然飛ばねー、きつー。いや耐えるしかねえ。おい、ランタ行くなら教えてくれよ。いや、これはディザイア込みで耐えるしかないですね。いや結構回復したな。でもおい、ランタ行くんだったらイーロがパズズ打ってるって。あー、サタン打たれた。いや、これフェルグ切った後で、しかも F6 さあターンスキル切らなかったから、俺 D6 打つコマ弱いと思ったらハデス来たんだけど。終わってる、マジで強すぎ。いやでもこういう時も E6 パズズの方がいいんかな。だからリアンからのパズズだったら結構耐えれるかなと思ったけど、ディザイア入るもんな。そうだよな、パズズ打つべきだったね。これマイバットよね。 E6 パズズ打ったらトップランタイ引けてたから全然火力足りてたし、引けなかったとしたら13200の13800でしょ。いやー、吸収入るから若干無理か。相手1枚4400ぐらいあったから、 E6 あれ打ったとして、いや無理だな、無理だな、多分飛んでない。うわー、ランタイ引くんかよ。いや、てかそこはまだいいわ、まあ、まだそこはいいわ。まだそこいいけど、あの D6 のハデスマジで意味やから、あの F6 にあるカード切ってD6 ハデス来た、強すぎやろ。まあ F6 あるカードであれか、 F4 誘導して F5 ハデス狙ったのかな、多分。うまいな。タイミング的になんかあるカード打ってもあんま強くない盤面であるカード来たから、コンボ強く守ってねえんだと思ったら普通に持ってたわ。やられた、ダメだな俺も。まあこっからですね。いや、ちなみにこれはね、相性いいですね。勝ちたい。さすがに余ってる。あれも初手あるカード切られてる。バカ強いんだけど。バカ強いんだけど、ただこれね、イシュタルパズズ引いてるんで、うまくやれば。捕食でうまくリーサルずらせれば勝てる。オッケー、ブラダマンテか。まあ悪くないね。そい。まあできればね、D6 はマゴマ置きたいんですよ。ブラのコンボとか強くできるから、打ちたいんだけど、まあちょっと今チャージ中ってことで、もうちょい我慢します。さあ、夏ブラ打たれる。はい、なんかいけ。あー、いいね、これいいっすね、これいいっすね、打ちましょう。で A4 取らせて、もうゴリ押しの動きを相手にさせますわ。こうなったらもう捕食で遅延勝ちしたいですね。はい、でこれ A4 打ってくるやん。まあウィルボスか。 OKOK、 S5 間じゃないで、理想はリアンツイルだけど、はい、アンネマリーか。どうしようかな。一回捕食もできるけど、次一枚返しになって。一旦パズズか。一旦パズズと。一旦打ちます。ランタイ引いてから打ちたい気持ちあるけど、ここ二枚返しのタイミングなんで、一発ちょっと捕食入れときたいですね。で、ワンチ俺の引きによっては D2 進行もちょっと視野に見るわ。 OK、 さーてこれ食らう、待って、持ってる食らうな、持ってる食らうな。あー、うわ、これむずいな。 D の2から勝てるんか、これ D の2から勝てんのかな。いや、むずそう、めっちゃ、めっちゃむずそう。 D C5 だと B6 待って、軽く、いやでも一応行ってみるか。これ C5 から行って、いやこれね、一応このね、バイセのコンボのライフバが今そんなにまだ強くないんですよ。で、B6 打たれて E6 で、ね、しかも S5 も持ってないでしょ、今。何ー !6 で当てるのは考えてなかった。6で当てる間。
うわこれは助走外だな。ロックで当てる間、やられた。ロックあんのか。うわ最悪だこれ、やらかしたわ。やばいこれ右下死ぬかな、耐えるしかないな。ロックで当ててくるマジか。いやでも一応これ C6 打たれる分にはイシュタルと回復でまだワンチャンある。あーもうダメだ、ロックか、考えてなかったな。それはその進行でロックある、マジか、やられたわ。まあでも手考えたら、あの C1 パズズったのは正解ですね。あれはパズズったのは正解だけど、いやイシュタル残しすぎた。いやまあでもパズズイシュタルで B3 夏ブラっていう動きした時点で遅延勝ちで勝つしかなかったですね。多分乱体もなかったしエンデガもないんで D2 から打っても勝ててない気がするな。でもロックだったんか相手の手駒だとしたら D2 でワンチあったな。いやーやられた、マジかよ、ロックかよ。いや俺の狙いとしてはパズズのコンボに対してイシュタル合わせるつもりだったんですよ。多分 D1 当ててきそうだったんで、ロック打たれたわ。やられたわ。いや盤面シールドも出てなかったし、それできるなと思ったんだけど、ダメでしたね。なんかうまくいかんな。まあ、一回これショテリアンツいる。ちょ、これワンチなんか。手駒的にはなんか X いけそうやけど。いやー、ちょっとやっぱプレイヤーがちょっとあれだな、ダメだな。なんかね、打ち方がね、打ち方が悪いっていうか、発想はいいけど噛み合わないね全然。ちょ X 行くわたまには。ちょ X 行こうぜ。な X 行けそうじゃないこの手駒、相手の初手ベクロだし。だから発想が噛み合って、発想は悪くないんだけど噛み合ってねえな全然。ロックとか予想外だったし、まああの D の2に打って C1 ダブコになったあの試合は、まあ、ダメダメだったけど、それ以外は D5 ブレス打ったのは悪くなかったしな。なんかな、発想に対して噛み合いが非常に悪かったな。OK、ミヒカリ。ミヒカリ入ってるか。てか、今日思ったよりバフメタみんな入れてんな。俺の思ってる以上にバフメタが来るな。コンボ 1.69 か。うわ、これ行く？行っちゃおうぜ。もう行っちゃうわ、俺。行くわ。よいしょ。2倍出せるんでね。何せ。何せ2倍出せる。回復クソほど余剰出るけど。何せ2倍出せるからね。乱体と S3 枚引いたんだよ。これ負けられないでしょ、こんなの。これあの、金マモンとか来たらマジで終わるけど。やめてね。いや、これ引いてねえな。引いてたら C6 金マモン絶対いけるでしょ。S3 枚こっち見えてて、乱体引いてるものの。OK。なにー、おじさん吉や。ちょっと引き見ようか。はい。うわー、イシュタル切るしかないやんけー。イシュタル切るしかないやんけ。いやただね、これ良くないです。これ F3 当たれますね。守護のコンボが今これ F3 当たれてると弱い盤面になるから、まあ打たしてエンデガの発動を早く圏内に持っていってもらうか。まあまあこの一人はいいわ。これ一人のコンボ弱くなるから、これ食らっていった。6800いく。さあどうしようかな。お前のコンボが5本以上まだ使えない。どんどん押しちゃって良さそうに見えるけどな。どんどん押して良さそうに見えるけどね。よいしょ、ほいほい。でこれ待って、やらかしたこれ F5 打たれたら C2 でダブコンだ。やっべ、一人打たれてるからベノムマギアで削ろうと思ったけど、これ F5 打たれたらダブコンやん。まあでもくさびあんま出てねえから、まあ耐えれるか、こんだけ HP あれば。ペトラとか来たらやべえか。ペトラやばいな。ペトラやばいね。あ、でも相手もペトラ打つ余裕はないか。そうだね。HP ないもんね。はい。ブレスどう？これは。まあ F5 行っていいか。F5 行っていいか。F5 行って。次、英語の3枚返しで動線見ますか。動線というか、この3枚返しエンデガーリーサル。まあ、この猛攻はさすがに勝ったか。F3 そいつだからシールド今ないやん。あっても右上とかに切らないといけない。いけるか。これいけるな。さすがにいけるか。どうすんの？おお。
半分行ってくれたらエンデガだけど、行かないね、行かないね。ポリュー、まあとはいえその程度のデバフだったらポリュー A6 でいいかな。よいしょ、 OK。 もう次できる、もう次できる、大丈夫、よし。ボルトヒール打たれるけど通常攻撃返してエンデガで勝ちか。よしよし、まあこれは結構、てかこの動きの方が強いのかやっぱりバフリーダー。まあそらそうか、そらそうよな、そらね。まあ俺もね分かってはいたんよ、耐えるできるより殴るできるのが基本的には強いんよ。よいしょよいしょよいしょ、まあその耐えと殴りがバランスいいのがいっちゃいいよな。俺はそのバランスがねあんま良くないあんまり良くない、そういう打ち方はできてないけどね。やっぱね相手も今んとこうまいな、めっちゃ普通にうまいこと打たれて負けてる感じもする。俺だけのせいかって言われると相手が対応したってのもあるな。あの D の1のルキアとかマジで予想できなかったわあそこでルキア来るんだって思った。まあ今日神殴りいるからルキアで殴り対策してんのかな。よし、てかあれだな、このデッキ捕食こんだけ入ってんだったら蜜璃とか入れ、いやでもチャージ事故るな、パズズと合わせるとチャージでさらに事故るからやめとくか。さあアポロン来ましたと、アポロン時間がかかるデッキってなると悪くないと思うね。悪くない、うん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 。またあったね、またあったんだ。じゃあまたあったね、どっか俺もどこであったんだ。ひら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 お願いします。魔獣アポロンってのが分かったってことは、まあリーニーとかブラとかツイツイ、はいはいはい。いやこれね成り打ちはね正直大丈夫で、ここはいブラダマンテか。いや悪くねえな、これちょっと D5 アンネマリーって次 A2 にブラダマンテで火力出すの狙ってみますか。相手アポロンなんでフィニッシュ時間かかるデッキなんで序盤のうちにあれですね HP 差広げときたいですね。夏ブラ垂れる、まあ、そっち来るんなら B4 打ったっていいけどね。行くかこれ、てか初手 B3 なの結構珍しいね。よいしょ、オセラーみたいな打ち方してる。 1.56 結構火力出るよ。よしさあそこそこ火力出してさ夏ブラ狙ってる。でこれリーニーとか来んのか。リーニー来たらポリで返したっていいな。うん、スティーリアか結構えぐい駒来たな。そのスティーリア結構えぐいね。リアン引く、ポリュ切ってリアンか、メイリー切ってリアン切ってポリュか。あー夏ブラ召喚を許容するかどうかだね。左下 X に対してはブラダマンってコンボ弱いし、いやリアン後出しの方がいいかな。うんポリュでいきます。これねメイリー切っても結局あれなんですよ、スティーリアのデバフが残った状態でギルティーラグが出てくるのであんま強くないですよね。なんでこっち切って FE さんに打ちづらくしてでカウンターリアンツィール狙う方がいいかな。で夏ブラも取れたんで、おおロックか、いいロックですね、いいロックやね。いやただメイリーが出るのは悪くないね。ブレスト出るかこれもしかして。まあいっかブレスト出ても、はい、よしこれでブレスト堂々戦でビビらせる。 HP18700 まだ大丈夫だと思うな。リアンツィールあるんで、アポロンが今5500だからまだ打ってこないやん、まだ打ってこない。でスティリアコンボも、まあ、180オールスだけどまあ大丈夫かな。後出しリアンでいける。アンチヒールが嫌だな。まあでも相手もその HP でアンチヒール打てるほど余裕ないと思うんだよね。129でブレスド当選組まれてるんで、そうだよね、火力出さないといけない。さあ火力出してくる、はい
コロネ。まあ、正直リアンツィールでいいと思うんだけど、リーサル見るならメイリー打って、コロネもありなのかな。まあでもリアンツィールでいいか、さすがに。よいしょ。さあ、これ入れて。これ月のリーサル見た方がよかったんかな。まあでも、アポロンがこれで6500でしょ。で、アタックアップで1365、7800、9300。うん。大丈夫だね。HP2、3000は最低でも残るな。3000ぐらい残るかな。F3 当たれても。したら、大丈夫か。デバフも効いてるのか。あ、てかデバフ効いてんのか。メイク。いや、このメイクでは美味しいですね。これ、もっぱつ次のアプロン耐えれるようになったんで。これ美味しいっす。OK。これね、もっぱつ耐えれます。はい。守護者。E3 守護に見えるな、めっちゃ。これ E3 守護打ってダブコン組んでに見えるけど。まだ飛ばせないんで、デバフ、盤面、いいと思います。これ相手、動線通ってないんで、これでいいですね。で、よいしょ。で、これでコロネの、アタッカーとしてこのコロネも残しといて、あ、OK、これ完璧じゃない？で、F に打たれたら 1.6 の3枚返し。完璧だ。完璧だ。左ウェックス打ったらダブコンだし、F2 か左ウェックスか A2。A2 だとダブコンの3枚返しになる。よし。これ大丈夫ですね。8200ぐらいしか出ないね。よし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 。で、これ C5 に気持ちよくかますのは石田でいくか。気持ちよく石田かますか。バイバイ金だ。ありがとう。よし。OK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 。いやー、いい感じだったね、これは。ナイス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 。よし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 。いけたいけた。ちょっと思ったよりマタンデッキとかに勝てなかったな。まあ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 、ちょっと今日はぬかったわ。うん。ということでこのマウサギ使ったんですけど、まあ、ちょっと下手くそでしたね。まあ発想こうすれば方が良かったっていうのが結構なんか結果論になるつながる家が結構多かったっていうか、発想は良かったけど相手の動きに噛み合いが全然なかった全然噛み合わなかった。そんな一日でした。まあでもちょっとね、正直ガバかったとかある。ダブコン見逃したんだね。まあでもこのデッキ自体はね、もうちょいなんかやっぱエンデガに頼りきりなんで、この魔獣殴り結構楽しいけど、まあ、ちょっと火力足んないとかあるんですよ、正直。これリーサル見れないなみたいな。で、見れた方が強いデッキがね実際あるのは事実なんで、なんだろうな、もっとこう魔獣以上15枚以下で殴り特化のキャラとかが出るといいなって思いますね。はい。で、そうだね、あのマタン条件じゃなくて魔獣以上15枚以下でディアンツィルみたいな性能かつバフに相性のいいキャラが出たらいいと思う。まあ言うたらレオニスみたいな。だレオニスよりはなんかリアンツィルの方が強い感じがしたんで、リアンツィル入れてるけど、そういう感じのコマがね今後もっと出てほしいですね。はい。あの殴りはあの捕食魔殴りだけでもなく、あの今後以外にもあるよっつうことで、そういうコマがなんか出てほしいですね。ということで、よければぜひこのデッキ組んで使ってみてください。まあでも今日の補正ね、ステータスが上がってるので、パワーはそこそこあるんで、うまく打ってたら勝てると思うんで、よかったら使ってください。じゃあまた次回お会いしましょう。この動画面白かった人、高評価チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。サンドラバイバイ。